こんばんは、ベンです。ゴールデンウィークのアバターコースインターン無事終了しました。初めてのインターンでの参加になりました。9日間で、まあ、本当にちょっと毎日いろんなことがあったんですけど、まあ、ちょっと感想を今ちょうど終わって、帰るところなので今の感想、心境を伝えれたらなと思って動画を撮ってます。まあ、結論から言うと、まあ、自分にとってこの4ヶ月間、2月からアバターコース受講してるんですけど、自分にとってのアバターコースっていうのの、なんだろうな、ポジションっていうのかな、自分にとってアバターコースってなんだろうってなった時に、思い浮かんだのがフェス、なんかみんなのことを目覚めさせるフェスっていうのが自分の中ですごくしっくりきて、でその僕は、これからそのフェスを運営したりサポートしたり、主催してる人たちを助けつつサポートしつつ、あのそこのその会場に来た人をガイドしていく、なんかそういうポジションだなと感じました。なので年にアバターコース何回あるんだろうな、2回から多くても3回なのかな、あのそれぐらいかなと思うんですけど、まあそのできる限り、まあ、これから参加して、でその受講生さん、参加した人たちと、それをこう作っていっている人たちと一緒になって、僕もそのメンバーとしてフェスを盛り上げる一員として活動できたらなと、まあ、そんな風に感じてます。アバターコースの、詳しい内容だったりとか、まあ、コースについてはまたインスタグラムだったりとか、まあ、Facebook とかにも結構ポストしてるので、まあ、それ見てもらって、今日はこうインターンを初めて終わって僕にとってのアバターコースは何かっていうのをちょっと伝えれたらなと思ったので、こんな感じで終わりたいと思います。ではまた、次は7月2日からコースがあるので、気になる人は連絡ください。じゃあねー。